なるみさんと知り合えて私よかった。まさか家もこんなに近いと思わなかったし、何かの運命なのかも。家が近いのは本当にびっくりしたね。子供のスイミングスクールで知り合った人が、まさか近所に住んでるママ友だったなんて。意外と世間って狭いね。保育園の時とかは結構ママ友とのつながり多かったけど、小学校にもなると知らない人もいるよね。そうだよね。これから何かあったら、なるみさんにすぐ相談させて。私ママ友ってあんまりいなくて、気軽に話せる人が欲しかったんだ。けど私シングルマザーで一人で働いてるから、あんまり頻繁に LINE 返信とかはできないかも。全然いいよ。それよりなるみさんってタワマンに住んでるんだよね。私言ったっけ？住んでる地域の話を聞いて他のママ友に聞いたら、そのあたりにあるのってタワマンじゃないって言われて、なるみさんだったらタワマンに住んでそうだし。まあ確かに住んでるんだけど、他にも家は結構あるでしょう。そんなことより私なるみさんの家に行きたい。タワマンって広さどれくらいなの？やっぱり結構広いんだよね。家賃とかも高そう。申し訳ないんだけど、私今日行ってもいいけど、晩ご飯とかそっちで食べてもいい？もし今日が無理なら明日でもいいし、なんなら今日と明日両方行こうか。ちょっと待って、ちゃんと私の話を聞いて。え？家に入れることはできない。はあ？なんで？私家にあんまり他人を入れたくないんだよね。家族親戚とか以外は基本的にちょっと。すごく仲良くなった友達とかなら別なんだけど。なんでそんなこと言うの？別に家の中を荒らすわけじゃないし、ちょっとぐらいいいじゃん。それがいいか悪いかを決めるのは私でしょ。まなこさんじゃない。はあ？せっかく家の近くにいるママ友なのにどうして入れてくれないの？もしかして変な趣味でもある感じ？そんなのないけど。ならいいよね。今から行ってもいいでしょ？だから無理だって。というかもしかして私がタワマンに住んでるの前から知ってた？どうしてそう思うの？私知らなかったよ。今日話した感じもさっきまで LINE してた感じも普通だったのに、家の中に入れないって言った瞬間露骨に態度悪くなったし、それだけで疑うとかひどい。それに私の家の特定早すぎ。私の家の周りにはたくさんあるし、どうしてタワマンってわかったの？だってなるみさんってタワマン顔だから。はい？高級そうなところに住んでるセレブっぽい。だから本当に偶然だよ。嘘っぽいけどまあいいわ。とりあえず家の中に入れることはできないから諦めて。そんなケチケチする必要ある？家の中見たら減るわけじゃないんだし。なるみさんの家は食べたら減るお菓子の家か。とりあえずそういうことだから。ちょっと反応して、まるで私が滑ったみたいになるじゃん。え？滑ってたけど。もうどうでもいいから早く家見せて。じゃないと家の中に突撃するぞ。セキュリティしっかりしてるから、そんなことしても警備員に追い出されるだけ。そんなのわかってるし、わかってるからこうやってわざわざ近づいたっていうのに。近づいた？やっぱり前から知ってたんじゃない？あ、やば。とりあえず考えておいてね。一週間以内に家行くから。それじゃあ。絶対に入れないから。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、大人になった今もそれは変わっていません。今 LINE をしていたのは、子供のスイミングスクールで知り合ったママ友のまなこさん。彼女とは何回か顔を合わせることあったんだけど、今日急に話しかけてきて LINE を交換することになった。その時は何も感じなかったけど、今 LINE をしてたら違和感だらけ。あの感じじゃ、タワマンに興味があったから近づいてきたって感じかな。まあこんなのには慣れたけどね。3日後。私のこと家に入れてくれる気になった？ならない。てかしつこい。毎日何回も LINE 送ってきて正直迷惑。もうやめて。私前から興味があったの、なるみさんに。タワマンに住んでる人が同じスイミングスクールのママさんにいるって聞いて、仲良くなりたいと思ってたんだよね。やっぱり最初から素の気だったんでしょう。だってタワマンとか最高じゃん。仲良くなったら何かおこぼれに預かれるかもしれないし、家に行ったらこれ使わなくなった宝石ってくれるかもしれない。まなこさんってそんな性格だったんだ。話してる時はそんな下品な感じじゃなかったけど。お嬢様に合わせて私もおとなしくしてたけど、なるみさん全然なびかないからめんどくさくなっちゃった。
お嬢様でもないし、おとなしくもない。いいから早く家に入れて。それから何かちょうだい。無理。ふーん。なるみさんは正直にお願いしても聞いてくれないと思ったから、実は先手を打ちました。今私の隣にいるのは、なるみさんのママ友の日和さん。は？これ何が始まってんの？実は私、日和さんとも知り合いなの。スイミングスクールの日和さん？そう、なるみさん仲良しなんでしょ？今日は日和さんと食事に行く予定を立ててたんだけど、呼ばれてたお店に先回りして、全部食べちゃいました。なるみさんが家に入れてくれなければ、この支払いは全部彼女に押し付けまーす。どうする？勝手にやってろ、クズども。はぁ？そもそも勘違いしてるけど、私日和さんとは友達じゃないよ。え？軽く顔を合わせる程度だけど、別に友達ってほどじゃない。連絡先も LINE も知らないし。そうなの？でも日和さんはなるみさんと仲良しで大親友だから、お家にも招かれた。家にあるものポンポンくれるからすごく嬉しいって言ってて。私と仲がいいと言ってるってことは知ってたけど、そんな適当なこと言ってんのか。だから私も仲良くなろうと思って。そういうことね。彼女は適当なこと言ってるだけで友達でも何でもない。一度注意したけど裏でこそこそそんなこと。本当に友達でも何でもないの？守るための嘘とかじゃなくて？嘘じゃないし勝手にどうぞって感じ。嘘つかれて気分悪いし。あの野郎嘘つきやがって。私が基本的に誰とも仲良くしてないのを見て、嘘ついてもバレないと思ってたんでしょ。だってみんなの前ですごく偉そうに自慢してたよ。彼女実はおっちょこちょいで、守ってあげないといけないとか、私とは口を聞くけど他の人とは仲良くなりたくないって言ってたから、あんまり話しかけない方がいいと思うとか。はぁ、それはそれで注意しないと面倒なことになるな。それよりあんたは支払いいいの？支払い？何それ？店に先回りして全部食べたとか言ってたでしょ。あ、高級フレンチ10万円近く食べて逃げてきちゃった。はぁ？アホなの？私先に来て全部食べた後、皿を片付けさせて、その席に日和さんを呼んで、何も言わずに逃げてきちゃった。どうすんのそれ。鬼のように LINE と電話が来てる。私どうしたらいいの？正直に言って謝ってお金を払うか、あなたは嘘ついてたんでしょってバトルするか。バトルする場合はお店に迷惑がかからないように自分家でしな。そんな、これって私が被害者でしょ。嘘をついてた日和さんが全部悪いじゃん。食い逃げをしたあんたも悪い。あ、一つだけ。何？助けてくれるの？日和さんに会ったら今度話があるって言ってたって言っといて。え？私のことを助けてくれるんじゃ。バカ二人に構ってる時間はないから、それじゃ。そんなー。1週間後。散々な目にあった。結局あそこの支払いは私が全部することになったし、旦那には無駄遣いしたって怒られるし。でも日和さんが嘘つき女っていうことはみんなにバラしたから、だから次からスクールには顔を出せないはず。どうでもいい。あんたが怒られたことも、あの人が来れなくなったのも、わざわざその報告をしに来たの？そんなわけないでしょ。こないだはなるみさんのせいでお金を払うことになったんだから、やり返しをしに来ました。はいはい。次はなるみさんの本当の友達の家に招待されたから、そこで家にあるもの全部食い散らかそうと思う。なるみさんのせいで大切なお友達がそんな目にあったらどう思うかな？優しいなるみさんはどうするの？もしかしてだけど、その友達ってユリ？いや、確実にそうだよね。大正解！友達と聞いて一番最初に出てくるなら、本当にこの人は親友なんだ！親友だけど、まあ、うん。今冷蔵庫の中身を漁っていろいろ食べてるところ。早くしないと全部なくなっちゃうよ。お菓子だって食べちゃうからね。早くしないとこの家のもの全部なくなるよ。ご愁傷様。はぁ？それ自分に向けて言ってんの？あんたに言ってる。ユリは友達でもあり、ボディーガードみたいなものでもあるから。ボディーガード？そう。それにユリの家に招待されて無事で帰れるわけない。どういうこと？狼の家に羊が入っていったようなものだけど、まあ頑張ってとだけ言っておく。ちょっと待ってよ。どういうことかちゃんと説明しなさいよ、なるみさん。ねえってば。ゆりとまなこと日和の LINE。
お二人とも楽しんでいただけてますか？ゆりさん？あれ、まなこさん？ひよりさん？なんでいるの？お二人は私の家に招待したゲストです。どういうこと？なんなのよさっきから。私、ごめんなさーい。何？既読がつかなくなってしまいましたね。なんでここにひよりさんもいるの？今日は私と二人で食事のはずでしょ？大人数の方がいいかと思って誘っておきました。ちなみにひよりさんは1時間前から来ています。そうなの？って、だから説明を！私はなるみさんのことが大好きなんです。なるみさんのことを愛してやまない。なるみさんはとてもとても大切な人。仲がいいってことね。私がなるみさんの話をしたらすぐに仲良くなってくれたし、正直ちょろいなって思ってたんだよね。そこであなたのことを私は待っていたんです。はい。たまたまぶつかって、その時に私がなるみさんの友達と知った。そんな偶然あると思いますか？だってあれは偶然ぶつかって落ちたスマホになるみさんの LINE が来て、どう考えても偶然でしょ。先ほども言ったように、私はあなたのことを待っていたんです。なるみさんの周りにいるゴミ虫は早く排除しないと気が済まないので。ゴミ虫って何それ？言葉通りの意味です。私はなるみさんのことが好きで好きでたまらない。なのにあなたのようなクズはなるみさんを放っておかない。イライラしてイライラして。ゆりさん、イラ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 、あー、ムカつく。ちょっと落ち着きなって。なるみさんのことを大切にしてるのは分かったからさ。でも私はなるみさんに変なことしない。なるみさんの家を見たいというのは変なことではない。なるみさんが無理だと断っているのにしつこくするのは悪いことではない。いや、でもさ。黙れ。はい。許せない。なるみさんは1年前私のことを痴漢から助けてくれた救世主。救世主？はい。もしなるみさんがいなかったら、私はあの男をこの世から消して、まあ生きる価値もないゴミクズですからね。冗談でしょ。どうでしょうね。あははは。そろそろ私はおいとましようかな。あなたのことも日和さんのことも許さない。そうだ、なんで日和さんがいるの？もしかして彼女も私のなるみさんと仲がいい親友だとのたまったのです。許せるわけないですよね。なるみさんがおっちょこちょいでどうのこうのなんて適当なこと言って、あいつ許せない。とりあえず私帰るから。って、あれ、ドアが開かない。そういえばさっきからゆりさんはどこにいるの？私のことを招待したのに買い出しに行くって言ったきりいなくなっちゃって。そろそろ頃合いですかね。お腹が痛い。トイレはどこ？ねえゆりさん、せっかく私の家に来たので、お二人には楽しんでいただこうと思っていろいろ準備したので、楽しんでくださいね。もう終わりよ。ひよりさん、私もこの家から逃げ出そうとしたけど全然逃げられない。さっきは変な部屋を見て恐ろしかった。変な部屋？あたり一面になるみさんの写真や日々の日記みたいなものがあって、それから私たちのことを調べたような内容も。嘘でしょ。どこで生まれてどんな友達がいてどんなことをして生きてきたのか全部書いてた。そんなわけないって。あの部屋を見たらすぐにわかる。ゆりさんは異常なの。異常だなんて悲しいこと言わないでください。私はただなるみさんのことが大好きなだけですよ。ああ、もちろん写真を部屋に貼っていいのかの確認はなるみさんにも撮ってあります。マジなんだ。写真の数は言っていないので、なるみさんにはバラさないでくださいね。と言っても、二人がなるみさんに会うことはもうないでしょうけど。ねえ、トイレは？今すぐトイレに連れて行って。ひよりさんはトイレの場所知らない。知るわけないでしょ。私は今入った部屋が一面ホラーの部屋で怖すぎて前に進めないの。下を向いて LINE を頑張って返してるんだから逆に助けに来てよ。無理だって、こっちはお腹痛すぎてやばいんだから。トイレを探してるのにさっきから迷路みたいになっててトラップとかもあるし。冷蔵庫の中身をすべて食べたのが原因だと思いますけど、私の家の冷蔵庫に入っているものは特殊なものがたくさんあります。
そんな家あってたまるか。前からやってみたかったんですよね、リアルホームアロン。はあ、いいから早く迎えに来てよ。この部屋怖すぎる。ビビって漏らしてもいいの？こっちだって漏らしそうなんだよ。あなたの家で二人とも漏らしてもいいの？ほら、早く助けに来なさいよ。この家は売りに出しているんです。だから何？もう無理、早く。この家は祖父が残してくれたもので、リフォームもしていますが、いろいろとガタが来ています。最近買い手が決まったんです。もう無理だから、早く助けに来て、マナコさん。私のトイレが先だから。その買い手、誰だと思いますか？ちなみにその人は買った家の見学に今日来ます。家のものはまだ残っていますが、簡単に見たいとのことで。私の知り合いなので少し安くしました。ひよりさん、ひよりさん。残念ながらひよりさんはリタイアのようですね。私も、もう無理だから。この家を買ってくれたのはマナコさんの旦那様です。少し古いですけど、作りはしっかりしていますし、広さも十分よかったですね、マナコさん。なら、この漏らした後処理は誰がするのよ。こんな家に私が住む、そんなの無理よ。あらあら、下品な話をしないでください。ちょうど旦那様が来られたので、お二人で話し合いどうぞ。こんな地獄は勘弁して。2階と1階でそれぞれ悲鳴が上がった頃に、マナコさんの旦那さんが家に来たんだけど、大惨事。2階で泣きじゃくる日和さんと、1階で顔面蒼白のマナコさん。旦那さんがどういうことか聞いて説明をしたけど、2人が言うような部屋やトラップはもうなくなってた。そこに現れたユリが、どうしたのですか？せっかくなので奥様とそのお友達も招待したのですが。だって狐につままれた気分でしょうね。ほんとどんな手を使ったんだろう。ひよりさんはとぼとぼ帰っていき、まなこさんは旦那さんから、せっかく買った家を汚すな、今すぐきれいにしろと怒られ、ポカーンとしていた。何をどうやったらそんな芸当ができるのか。まあユリならできるのか。ユリはマナコさんの旦那さんと少し前に知り合って、家を譲る人を探してるって話をしてたみたいなんだけど、これってきっと偶然じゃないよね。娘がスイミングスクール辞めることになったから、二人がどうなったか知らないけど、もう私に絡むことはないだろうな。エリサさん、ごめん、そっちのバスの状況なんだけど、なんか風花さんが乗ってるって本当？娘さんと彼氏さんと。あ、水木さん。ええ、そうなんです。あのさ、風花さんって参加者じゃないよね、なんで乗ってるの？それが家族で参加するって言ってバスに乗り込んできたんです。はあ、だって自分で参加しないって断った北海道旅行でしょ？そうなんですけど、家族で話し合ってやっぱり行きたいってなったみたいで。じゃあ家族で行けばいいじゃんね。とにかく風花さんに LINE 送ってるんだけど既読つかないんだ。私に連絡するように風花さんに言ってくれない？わかりました。水木と風花の LINE。 今家族で楽しんでます。ちょっと風花さん、何考えてるの？風花さんは旅行の参加者じゃないでしょ。なのになんで空港までの貸切バスに乗ってんのさ。え？だってうちの娘もスポーツクラブに入ってるんですよ。私だって旅行に参加する権利くらいありますよね。いや、前に希望を聞いた時に風花さんは行かないって言ったでしょ。今更そんなこと言われても遅いよ。それに飛行機のチケットもホテルの予約も何もないんだから。あ、それなら大丈夫です。今日は空席あるみたいなんで。それにホテルも別に同じところじゃなくてもいいし、それならありますから。じゃあ空港行きのバスだけ乗りたかったってこと？違いますよ。私旅行慣れてないんでよくわからないんです。でも皆さんと一緒ならいろいろ教えてもらえるかなって。はあ、ありえないんだけど。絶対に無理だから。いいじゃないですか、同じスポーツクラブのママなんだから。バスのお金もみんなの予算の中から出てるんだよ。そんなケチくさいこと言わないでくださいって。ケチなのは風花さんの方でしょ。それにね、金銭的な問題だけじゃないんだよ、マナーの問題を言ってるの。私今回彼氏と一緒に参加してるんですけど。はぁ、で、何？実はね、もう再婚が決まったんです。
彼と付き合って半年、同棲が始まって3ヶ月、私ようやく2度目の花嫁さんになりまーす。あっそ、ちょっと、だから再婚祝いに多めに見てってことなんです。皆さんからのお祝いみたいな感じで。お祝い？バカなんじゃないの？自分で参加しないって言った旅行でしょ？なのに無理やり便乗って。なら最初から参加で申し込みすればよかったのに。だって彼の仕事の予定がわからなかったんですよ。仕方ないでしょ？とにかくもうバスは発車しちゃったわけだから空港には連れて行くよ。でもそれ以降私たちは何もしないから、北海道に行ってからも知らないよ。もう水木さん以外の優しい人たちに頼みますから大丈夫ですよ。私の名前は水木、旅行好きの兼業主婦です。今回は娘の通っているスポーツクラブで北海道旅行なんだけど、違うバスから参加しないはずのママが彼氏と娘を連れて無理やり乗ってきたと連絡があったんだ。しかも発車してしばらく経って高速に乗ってからタイミングが悪かったね。向こうのバスでも他の人たちが説得していたみたい。それで降ろすタイミングがなくなっちゃったってところなのかな。別に風花さんと彼氏さんだけだったらどこでも置いていくんだけど、娘さんは何一つ悪くないからね。まったく困った話だよ。その後私たちとは違う便で北海道に行き、違うホテルに宿泊。とにかくこれで別れたわけだし、私たちは私たちの旅行をと思っていたら、まあもう頭抱えちゃうよ。水木さん大変よ。あれ、エリサさんどうしたの？そろそろ夕食始まるけど。家族3人分の旅行費用を払って大変なことになっちゃったの。ね、みんなで北海道旅行を楽しく終えるためにもお願い。あんたみたいなのが元凶なんだ。え？おかしいと思ったんだよ。風花さん、いっつも生活苦しいって言ってたでしょ。そんな人があんなにニコニコしながらお金出すかって。あの、エリサさんがお金出してあげたんでしょう。だって、現地で払うって言ったの。だから交通費を出してほしいって。ホテル代は？あとは多分明日明後日の観光のお金も出してるよね。うん。なんでそこまで出すかな。返すから、いいから多めに渡しておいてって言われて、無一文だって言うし、すごく強引だったから怖くて、後でお金をデビットカードの使える口座に入れるつもりだったの。だからお金たくさん持ってて、財布が厚かったから目をつけられたんだと思う。お願い水木さん、風花さんに連絡してみてくれない？嫌だね。え？なんで？自業自得だからよ。そんな。翌日。水木さん助けて。今度はこっちか。朝から何回も通話かけないで。だって娘がブチギレしちゃったのよ。こんなことしてママも彼氏も恥ずかしくないのかって。同性論じゃん。あんたらはどうでもいいけど、娘さんは本当に苦労するよね。かわいそうでかわいそうで。そこまで言わなくてもいいでしょ。で、何よ。娘ブチギレしてホテルを飛び出しちゃってさ、さすがにまずいと思ったの。でもさ、連絡来たのよ、元旦那から。あいつ仕事の関係で札幌に来てたみたいで、娘と合流しちゃったの。いや、よかったよかった、ハッピーエンド。話を終わらせないでよ。元旦那めちゃくちゃ怒っててさ。で、何より娘が拒否してるわけだから、親権を自分に起こせって。裁判でも何でもする、絶対に娘の親権は奪い取るって言うのよ。はぁ、眠。元旦那さんって会社の経営者なんだっけ？そうよ。だからいろいろな習い事させるってことで多額の養育費もらってるの。娘がいなくなったら今みたいな生活できなくなる。習い事って、娘さんスポーツクラブしか通ってなくない？それはほら、嘘も方便というか。それってさ、養育費の使い込みじゃないの？違うわよ。とにかく清々しい旅行中の朝だからもう切るわ。じゃあね。待って水木さん、お願い協力してよ。まったく疲れるよ本当に。でも無視してるとモヤモヤするからね。ある程度事情を知っておけばゆっくり旅行を楽しめるってもんだよ。私は性格が悪いから、この二人が困ってるのを知ってちょっとすっきりしたし、札幌は雪が降っていたけどテレビ塔や時計台が素敵だったな。
あとは札幌駅からすすきのあたりかな。あの辺って地下歩道があるのよ。あそこを歩くのが結構楽しいんだよね。デパートとかが直結してるから冬の買い物も楽しいんだ。定山渓の方に行って温泉も楽しんだし、やっぱり何度来てもいいね。数日後。水木さん、ねえ、元旦那に何とか言って。はあ？娘が帰ってこないの。もうママのところは嫌だって。そうしたらね、養育費は娘の権利だからもう払わないって。じゃあ私の生活費はどうなるのよ。いや、働けよ。今さら無理よ。習い事させてることにして多額の養育費引っ張ってたのに。彼氏も働かなきゃいけないって知ったら再婚はやめようって言うのよ。へえ、お似合いの彼氏だね。どういう意味よ。いや、クズ的な意味で。クズ？私が？え、わからないの？頭パー。ちょっと何よその言い方。てか、お金返さないといけないんじゃないの？どういうこと？養育費はあくまで娘さんのためのお金だからね。それを自分の生活や娯楽に当ててたわけでしょ。私はあまり詳しくないけど、確かそういうのでお金を返した人が前にいたはずだね。やだやだ、私無職なのに。いや、だから働けよ。そんなの嫌よ。数時間後。水木さん、お願いです、相談に乗ってください。お断り。なんでそんなひどいこと言うんですか。風花さん既読無視するんです。お金返してくれないんです。旦那にもお金が減ってる、おかしいって疑われて、私不倫してるんじゃないかって言われたんです。まあ、いきなりお金がなくなったらそうなるよね。交通費や宿泊費、他のお金も貸したんでしょ。10万円以上です。うちは私が家計管理してるけど、旦那も銀行口座とかはちゃんとこまめにチェックしてるからおかしいって言われて。お願いします、不倫してないって言ってください。風花さんに貸したって言えば。それが、あの、先に風花さんのお話をしたら、誰かが金出した？その女もおかしい。はっきり断れないのかって怒っちゃって。うちの旦那、真面目なんです。真面目でいい旦那さんじゃない。あなた、そんないい旦那さんを騙すつもりなの？騙すなんて、そんな。だって私にうまいこと言えってことだよね。自覚ないのかもしれないけど、それは旦那さんを騙すことになるじゃん。お願い、私こんなことで旦那と別れたくない。なんでこうなるの。ただ親切心でお金を貸しただけなのに。本当にそう思うなら旦那さんに言えるはずでしょ。でも言えないんだよね。だってそもそも本当に親切心だったの？え、風花さんに強引にお願いされて流されたわけではないの？面倒だな。後で返してくれるならいいかなって渡したんじゃなくて？それは。エリサさんも面倒な人だよね。私が？そうだよ。自分だって悪いのに、親切心が、とか言い出してさ。風花さんみたいな人も嫌いだけど、エリサさんみたいな人も嫌いだよ。そんな。あー、疲れた。あれ？うちの猫、にゃにゃ丸がスリスリしてくる。気遣ってくれてるの？ありがとうね。でも、ドキュンとその取り巻きってこういう感じなのかってよくわかったよ。風花さんは再婚話が消え、彼氏には逃げられ、養育費を返すように言われているよ。元旦那さんと少し話したんだけど、本気で返してもらおうとは思ってないみたい。今娘さんと生活できていることが幸せだし、これから先風花さんは落ちる一方だろうってさ。まあ、勝手に落ちていくっていうのはそうだと思う。炊き出しに並んでるって噂もあったけど、本当なのかもね。エリサさんは離婚ギリギリまで本当のことを言わなかったんだけど、それが旦那さんをより激怒させてしまったの。結果、泣いてすがってるみたいだけど、旦那さんは一人家を出て行ったんだ。もうすぐ離婚ってところなのかな。さて、北海道で買ってきたキャラメルでも食べて休憩しよっかな。このジンギスカンキャラメル、食べるの初めてなんだよね。あ、味は、強烈！これ、食べたことある人いるのかな？最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。